はい、どうも皆さん、こんにちは。パンケーキこと岸井亮太と申します。今回はですね、ガチホコなんですけど、S から S プラスに上がれるのが難しいっていう人がいると思うんで、そういう人に向けた動画にしたいと思います。ガチホコなんですけど、まあ、結構皆さん苦手意識あると思うんですけど、ちょっと意識を変えるだけで、全然勝てるゲームになるので、ぜひ、ガチホコやってみてください。ちなみにギアはゾンビステジャン、まあ、全然揃ってないゾンビステジャンのギアを使って、寿司コラを持っていきます。よろしくお願いします。で、基本的にですね、ここを放置しない立ち回り、ここに張り付くような立ち回りが、まあ多分一番勝ちやすいんじゃないかなと思います。まあ最初寿司コラ持ってるんで、その裏取りに行きたいとかそういう人もいますけど、結局ね、裏で行って死んじゃっても意味ない。それだったら最初、歩行をね、確実に歩行を進めていきたいなという、つまりですよ。まずは死なないように塗りを広げます。ナイス、カバーいけなかったな今の。相手は2枚スパチャ入っている。ここまで進められて、ちょっと結構厳しいかなっていう状況なんですけど、ここから、よいしょ。いろんな道がね、あるので、ここは。道が一つじゃないので、矢倉みたいに。今、左に固まってますよね。ここまで進められるんですね。左のルートを使って。どんどんゾンビなんで落とされちゃったか。まあこういう沼ジャンする人がいるのはもう仕方ないよね。 S とは。えっ、ああ吸盤そんな近いところに貼ってたのか。いや、進めたい。いや、でも左にちょっとカバー来てほしいな。いや、こっちにいるから。いやお前、詰めてほしかった。君、バリア溜まってるんだから。今のスピコラは、もうバリア吐いて、とりあえず進める意識持ってほしかったですよ。リードしてないんだから。まずはリードする意識ですよ。痛い。まあ、S の人って何が弱いかっていうと、そのカバーする意識が弱いんですね。カバーする意識がない。あの人きつそうだなって分かってるのにカバーに行かないとかね。きつそうだなってなって倒せなかった時に、なんで死んでんだよになるからダメなんですよ。あ、ここの大王でかいですよ。このようにこういうカバーをねしてくれるプレイヤーがいるだけでだいぶ勝ちやすくなりますし、そういうプレイヤーにならないと勝てないっていうことですよね。やっぱで必要なところでちゃんとキルを当てるっていう感じです。
ここまで、矛持ってるのほとんど僕なんですよね。やっぱ矛を持つ意識って結構大事なので。リードしたからといって甘えずどんどん進む意識を持ちましょう。やっぱノックアウトで終わるのが一番ね、潔いので、潔いっていうか、ノックアウトしちゃえば逆転される可能性ってもうゼロしかないじゃないですか。ゼロなんで終わっちゃうので、試合がやっぱそれぐらい目指さないと、結局油断してリードされて進める意識がなくて負けちゃって機嫌悪くなるのは皆さんなので、カウントがゼロになるまではやっぱりね、勝つ気でいかないと、油断したらすぐ逆転されるのが矛なので、ナイス。まあこんな感じですね。今回9デスですけど、ほとんど 4デス5デスぐらいは多分矛持ってのデスなので、まあまあまあいいのではないでしょうか。はい、以上、矛の勝ち方でした。ありがとうございました。今日も、動画を見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、Twitter のフォローをよろしくお願いします。Twitter はね、リプライくださったら、フォローを返しますので、よろしくお願いします。